おばでーす。今日は、はい、はい、沖縄チャンネル初めてのそばです。いや、だいぶやってるのと自己紹介がまだ中選手エビー、はい、ヒート親エビー、はい、ネギサベラー、よろしくお願いします。はい、サイ、はい、はい、ナーファン会長エビン、うん、那覇、こちら場所が、はい、はい、パシフィックホテルさんがございまして、はい、まして、はい、そして後ろ手に、波の上のサブウェイさん、はいはいはい、はい、ゴルフレンジがあるところ、うん、で、今回行くところがこちらです。沖縄そば中村屋那覇店、はい、はい、こっちデージ美味しかったですね。もう食べ終わった。はい、もう本当に満腹。じゃあもう帰りはい、ということで、はい、ヒートは行ったことあるんです。もともとここのお店がユイレールの安里駅前の屋台やってたんですよ、はい、あ、一応そこは知ってます、はい、で24時間屋台やってて、その時にしょっちゅう行ってた。24時間、そうそうそう、夜とかもやってたから稽古終わりに行ったりとか。あ、なるほど、飲み屋帰りに行ったり。飲めないのであれなんですけどだから移転するって聞いて、うん、で移転してから逆に来れてなくって。なるほど。ちょっとこれ外観がいいっすよね。いいね、このデージアジアル。ここにメニューと、うん、店名貼ってたんですけど、はい、この前の台風6号で全て吹っ飛んだらしくて、じゃあ7号が来たらもしかしたら戻ってくるかもしれない。とあと駐車場が、うんうん、こっちお店の右側とあっち側、左側にもある。左側にもある。まあ6、7、8台、はい、ぐらい。結構ありますよ、ね、だからお店的には駐車場ないのかなと思ったら、うん、そうそう、駐車場もあるから多分来やすいと思います。お邪魔します。はい、ユミ、イチ、行く難しい逆にはい、はい、よっしゃー、はい、お願いします、はい、すいません、はい、ごめんなさい。じゃあ券売機です、はい、うん、これはでも時間かかるからさ、はいはい、OK です。うちの売りは、はい、一番本数機。え、そうなんですか。うん、この目かざしてる方、カレーいっぺいっぺまさいりか。そう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 、カレーはこの肉汁を使ってやってるから他も違うのよ。そうそう、で軟骨の具も入ってるし、そうそうかね、まあ、なんでもいいよ。タコライスも取り切れたわけよ。あと時々メニューっていうことで、そうそう、はあ、はあ、オッケー。じゃあちょっと悩みますので、うん、3日ぐらいください。何言ってるの？子供食堂。これさ、うん、最近4ヶ月前から子供食堂やってるんですよ。毎月に1回、日曜日、はい、子供たちにみんなに無料で、はい、そうそうそう。だから1回目が140名ということで、うん、子供たちは無料で中学生までね、うん、で、お子さんが親は300円で、こういったのが沖縄そばだから、赤字ならんすか。赤字、ね、まあでも、そういう、そう、そういう子たちに食べさせたいっていう。長年これをやりたかった。素晴らしい。そう、あ、もうあれなんですね、子供食堂のみ。これをこれにさん聞いて、賛同して、いろいろ寄付したりとか。ああ、もう UMR になってるんですね。そう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 、だからこれをまた回して、うん、いいね。でも、うん、お腹いっぱい食べれたらね、子供が。だからそんなの来た時に、はいはい、子供たちが買ってくれるわけ。ああ、これありがとうございます。そこに置いて、そうそうそう、子供たちが。なんか、こう貼られてるだけでも、とってもあれですね、にぎやかわいい、ね、見えるし。子供たちがね、こっちから来たんですよ。あれ、こっちですね。そう、ここの時よく通ってたんですよ。24時間空いてるの。24時間で、うんうん、24時間すごいな。正直屋台だからって思って行ってめっちゃ美味しくって、うん、もうハマって、うん、よく行ってました。もう取りたくなかったんだけどね、18年計画だったから最初から。18年、もともと決まってたんですね、うん、そう。じゃあ、あとこれ刺し草って何ですか。刺し草ってくっつき虫って分かる。おー、はいはいはい、はい、どこにでもあるようなね、刺し草ね。実はこれが沖縄のスーパーフードとなって20年間予備さんといって これを研究してる人がいて、刺し草ね、で、いろんな体にいいっていうことでこれを全部粉々にして麺にも入れて、じゃあ今日このお茶があるから、お茶ちょっと一回見ていいですか。これですよ。これも刺し草の入った飴。あ、飴だわ。お茶。
そうそうそう。あ、これくっつき虫のこの。そう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 。この花あれを全部、そう、どこにでもあるでしょ。え、沖縄のスーパーフードってこれ。へえ。すごいですか。で、それをまたそばにしてて。そうそう。卵を加えて。これで揚げ揚げ蒸しに行ってたのよ。うん。ああ。揚げ揚げ蒸しに。だけどこれはもう本当に15分とか時間がかかるから、10分かけて茹でて、生麺なので。飲んでる？お茶。でもあの子回してるとっても印象的だった。10年前。全部10年になる。ハースト最高に面白かった。ね、こうあのメガネのオンデンさんの出ましたよね。高原でね、最高だった。お茶いただきます。いただきます。じゃあちょっと座りましょうかね。座って座って、はい。どうぞどうぞ。やっぱ匂いちょっと独特というか。へえ。これですね。これわかりますよね。よく落ちてる。落ちてる。浮いてる。いやでもどこに。怖い怖い。あ、本当だ。あ、独特。独特な味ですね。でも、なんだろう。苦くはなくて渋みが。あ、そうそうそう。苦みは全然ない。なんか重たいっていうか、うん、さっぱりはしてないよね。うん、そう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 。そう。おお。はい。でかい。そう来たか。そうそう。おお。びっくりする。これ一個？一個。一個ですよね。この大きさ。こんな巻きがあるんだ。これが。俺に例えないで。これで小？小？沖縄そば。小よ。はあ、まあ麺の量が小で。だから早期はどっちにしろ変わらないんで。これ一緒。来た。これが、みんな全ての肉が入ってて、うん、早期と三枚肉と軟骨早期ですかね。うん、はい、来ました。はい、これがカレーです。置けない置けない。ここね、いや、ありがとうございます。セットの沖縄そばもでかいな。はい、食べれますよ。うわ、めっちゃ美味しそう、カレー。これは骨置きね。はい。はいはい、いただきまーす。はい、こっちサビタン。いや、たぶんごちそうさましてる。こっちサビラ。はい、飯いただいていいですか。あー、ごめんごめん。はい。名刺でわかる。この関係。平麺。あ、そっか、平麺か。はい、僕のは平麺です。はい、あー、美味しそう。透き通ってますね。ネギも大盛りにしてもらって。で、で汁からいきます。出汁ね。おー、で、あ、これ普通にあっさりと思うじゃないですか。はい、とっても肉が染み込んでる。へー。デージ肉の味しますよ、豚の味。うまい。あ、デージうまい。これはよ。これはやっぱりうまいな。これうまいやつだ。え、飲んできた。で、これ軟骨早期か。うわ、プルプルだ。プルプルする。うわ、軟骨ゼラチン、グスミチ。おいしそう。うわ、本当にあれだ、軟骨トロトロだね。出てる出てる、歯出てる歯出てる。いや、ほらかい。これ逆にこのグスミチもうとろける寸前で、とろけるっていうかも。いや、とろなくなりそうなぐらい。ギリギリ形保ってるんだ。そう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 。そこへ保ってるから。いや、うまい。汁だし最高、マジで最高した。うめば忘れてた。うめば絶対言わんといけないぐらいの。言わないのかなとも一応思ってたけど。これマジで最高ですね。でしょ、美味しい。で、その、早期を、煮込んでる。これも軟骨早期でしたっけ、入ってるのは。ホロホロじゃん。それこそ形保ってない早期だよ。ごめん。4本になった前歯。とうとう下の前歯も上に出てきた。親知らず。前歯に入ってくんだ。いやー、これはマジでうまいっすね。スパイスは効いてるんですよ。辛みは少しあって、でもさほど強くはないです、辛みは。なんか沖縄のカレーって黄色いカレーのイメージだけど、じゃなくても本当にね、スパイスの
そう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 。色してる。で、その粉で作るカレーとかでもなくて、うん、本当にこのカレーのこの肉で出汁を取った牛縮したカレー。肉の味がデージもすごいです。牛縮したカレー。肉の味がデージ。うお。食べるんかい。諦めた。軟骨早期の味がとってもします。これやばい、これ。あー、もう絶対やばい。これ死ぬ。これ本当に美味しいですね。ここだけちょうだい。これマジでうまい。もういい。とっても美味しい。もういい。カレー最高だ。食べていい。あ、いいですよ。まあ、いただきました。ね、いただきます。いただきます。美味しい。うわぁ。うわぁ。深い。カツオだし。カツオだし。カツオだしだけど。だけすか。うん。そして豚肉をずっと長時間アクを取って、ちょっと甘いですね。美味しい。甘いの肉から。豚肉の味すごい。え、もうこのままずっと飲めるけど。ね、何も麺も肉も食べないでこのままずっと汁だけ飲み干せる、ね、マジで。マラソンとか走った後に何でもいける。いけるいける。汗かいちゃってね、ちょっと塩分欲しいなーで。これをポカリスエットじゃなくてこれ飲むんだ。いや、ショーめっちゃ量入ってるな。朝からこんな食べきれるすごい。朝ごはん抜いてるんで。10時です。10時で細麺いただきます。細麺もいいな。うん、うまいね。ごめんね、舞子。本当にごめんね。あれ、頼みます。せーの、おいひーの。言った後に言ってくれるならいいんだけど、最初に言われちゃうともうこの手の位置ないのよ。そうだよな、舞子の話してたからと思った。おいしい。でーずうまい。なんか細麺だから麺のスープ、うん、めっちゃ吸ってるから、うん、おいしい。ちょっとこのショーでこの肉食えるん。うさけらまぎら。多分ショーが普通サイズぐらいかも、うん、あの麺の量とかも全然入ってる。全然入ってる。死ぬまで入ってる。まあそもそもセットのそばの量じゃないしね、うん、さあこのお店の、うわぁ、これは軟骨かな。あ、でも違うよね。これは軟骨。これは軟骨、うん、こっちが早期だ。本早期かもしれない。お店自慢の。うまい。うん。こんだけ煮込まれてるってことだな、ほんとに。煮込まれてるけど、やっぱ、うん、なんか肉の繊維はしっかりしてるから、うん、食べ応えある。もともとの身が本当にギュッとしてるかもしれない。食べたいなじゃないよ。人が食べてる時に死に食いたいなと思って。あんなに一人我慢させといて。カツオ結構入ってるんだ。俺豚肉の味が相当強い。あ、でもうん、出るまいな。いや、出てる。前歯伸びてるから。めっちゃお肉美味しい、うん、しっかりしてる。我慢できない。え、今浦添もう1店舗あるらしいです。浦添店どちらですか。浦添は、浦添はやっと麺か。あ、また飲み屋がいい。ではない、浦添と違って、うん、中の民家。あ、違うとこなんですね。そっちではカレーはやってるんですか。やってないです。やってない。あ、じゃあもうこれ食べれるのは那覇だけ。そう、そうか。まあまあ、まあ、そうですよね。こうやってね、那覇から、ね、持ってくる。そうそう。厨房は1個、沖縄そばもこうやって持ってくのは無理です。黒そば行きますよ。なごむね話も。いや、これは特別開店前だから、うん、特権かもしれない。もうお母さん独り占めだよ。いや、本当は、店主さんこうやってからお話、ゆんたくはするのはあれですよね。いくらか払わないと
申し訳ないですね。言えないじゃあ行きましょう。ちょっと早いかな。パチッとった。全然合わせてくれないじゃん。キリトの渾身のパチッとあげるな。楽しみですね。3、2、1、せーの。ごちそうさびたん。そっちがやった。ごちそうさびたん。また来年も頑張れますね。いや今年頑張れ。来年頑張れ。あと3ヶ月今年頑張れ。ああ美味しかったー。うまい。マジで。ああもう満足。本当に美味しかったですね。美味しかった。もうこれは本当にマジで。十字に食べる量ではなかったです。結構もうボリューム満点で満足だし、でまた味も本当に間違いなく本当に相当美味しかったです。もう指先まで今カツオだし、指先までカツオだし、僕指先今切ったらカツオだし出てくる。俺まつげまで切ってます。はい、とはして、今回はナーファの、中村屋さん、に来ました、はい。この動画がゆたさんにちゅうむれ、チャンネル登録、アンサーに高評価、ボタンにいたさることにけいさびら、せーの、沖縄チャンネル、したいにゃー、お化けも見てー。どういうこと？じゃあ今ここに純選手が書くってことでしょ。いいんですか、こっちで。あ、いいよ、いいよ。大丈夫、大丈夫。子供っていう設定で、あ、なるほど。はい、じゅんくんちゃん、ここ書いて。はい、ありがとう書いて。ありがとうですね。何歳なの？みたいな声で。ありがとうリチェ、チャンニーシー課長がや。はい。うん。いいんですよね。これごめんなさいね。したいひゃ。はい、書けました。ありがとうございます。はい、よく書けたね。偉いね。なんで私に渡すのかな。見せてみた。見せてみた。見せてみた。もう見て子供の冷めた目。ありがとうございます。いほうなちゅうがおんりちゅうもとべや。寝ちゃう寝ちゃう。おじいちゃんなってる。暴言本当ね、教えた方がいいんだよね。じゃあちょっと、はい、はい、子供食堂は毎月1回は、うん、はい、あの開催されてる。インスタとかであれですかね、日にち書かれてるそうなので了解です、はい、じゃあ皆さんよろしくお願いします。それでは、僕は道順ねしていきますので帰りましょうね。せーの、ひよそぞ。立派な太鼓持ちだな。